山部赤人は奈良時代の家人、後世、山部赤人と表記されることもある。姓は少年、ね、大山上山部足島の子とする系図がある。下には外十六位下、数差正名。三十六河川の一人。山部氏は天神系氏族である久米の氏の一族、久しや自国像の後裔で、職業部の一つである山部の友の宮津湖へとされる。また、 天武天皇十三年発色の聖の制定によって、山部蓮から山部スクネへの改正が行われているが、この時に赤人がスクネ聖を賜物組みされたかどうかは、はっきりしない。先祖には山部小立がいる。山部赤人像、荷長は乗り所蔵品その経歴は定かではないが、俗に本気などの生死に、名前が見えないことから、下級官人であったと推測されている。人 天平の両時代にのみ和歌作品が残され、行行などに随行した際の天皇参加が多いことから、聖武天皇時代の宮廷歌人だったと思われる。作られた和歌から諸国を旅したとも推測される。同時代の歌人には、山上奥良や大友旅人がいる。万葉集には、長歌13首、短歌37首が、周囲和歌集以下の直線和歌集に49首がいる。 首している。自然の美しさや、清さを読んだ、女系家で知られ、その表現が周到な計算に基づいているとの指摘も、ある。柿の元の人丸と共に火星と呼ばれ、称えられている。きつらゆきも、ここん和歌集の彼女において、人丸は、赤人が上に畳むこと固く、赤人は人丸が下に畳むこと固くなむありけると、高く評価している。 この人マロとの対話、万葉集の大友やかもちの漢文に、山垣の門とあるのを所見とする。平安時代中期には、名声の高まりに合わせて、鹿集の赤人集めも編まれているが、これは万葉集の巻十一の歌などを集めたもので、人マロや家持集と、同じく万葉の赤人の作はほとんどを含んでいない。五千和歌集まではあまり取られることのなかった。 ひとまどら万葉歌人の作品が周囲和歌集になって急増するので関連が考えられている。山部赤人ストラビンスキーが曲をつけていることで知られる。新古今和歌集に収録された当歌は後に百人一首に再録されている。赤人塚和歌宮神社赤人の墓と伝わる五輪塔が奈良県宇田市の向井岳のふもとに存在する。千葉県東金市には 赤人塚がある。赤人が、上ズ国山部軍の出身と伝わっており、江戸時代の人大学者、山口支持は、田子の浦は、現在の千葉県巨南町であるとの説を発表している。赤人を祭人として祀る神社がいくつか存在する。ありがとうございます。